はい、谷口です。さあ今回ですけども、先生の教室では鉄棒のね、蹴上がりっていう技をできるようになった人にプロテクターをプレゼントしてるんですけど、やっぱ何分ね、先生も使い方があまり分かってないので、今回ね、実際に自分のもん買ってみました。ドン。はい、こんな感じですね。はい、体操選手が鉄棒ね、男子の選手とか特にね、この鉄棒を、まあ、車輪とか回るのにね、使うプロテクターっていうのがあるんですけど、今回はね、これを使って体操経験未経験の先生が、まあ、プロテクター使ってどこまで技できるのかっていうのね、ちょっとやってみたいなと思います。片付かないとすっげー滑るらしいので、今日届いたばっかりの新品なので、これでまあどこまでできるかね、ちょっとやってみたいと思います。向きとかあるよね、間違ってたらコメントください。まあこんな感じでね、また突っ込むでしょ。でここにね、3本指入れるとこがあるので、鉄棒用のプロテクターで、釣り輪用とかめっちゃあるんですけど、はい、鉄棒用で、はい、まず指第一関節まで入れます。合ってんのかなこれ、ちょっと待ったね、切ってみましょう。よいしょ。でこれをぐるぐる巻くっていうね、これはね、あの京都の体操クラブが販売してるねプロテクターで、もともとねちょっとここに柔らかいパッドついてるやつなんで、みんなね結構リストバンドとかつけてねプロテクターやる人多いと思うんですけど、これはなくてもいけるかな、ちょっと手首痛いよとかね、そういうのがあったらリストバンド巻いてもいいんじゃないかなと思います。あんま無茶できないからね、ほどほどにやっていきましょうか。はい、ということでこんな感じですね。合ってんのかなこれ、ちょっと短い気もするけど、まあ合ってると思います。ちょっと早速技やっていきたいと思います。じゃあちょっとまず逆上がりね、逆上がりプロテクターでやるとどうなるのか、ちょっとやってみます。死んでちょっと引っ掛ける感じをするらしいんですけど、はい、いきます。この時点でちょっと滑るっていうのもあるんですよ。ほい。あ、でもちょっとこの芯の部分が結構引っ掛かってやりやすい気はする。じゃあ次、空中逆上がりいきます。いきます。はい、よいしょ。あー、でも引っかかる気がする。まあ全然いけるね、いいてえなこれ、硬いもんで。ということで次、空中前回り。先生空中前回りあんま得意じゃないんですけど、これでいけるのかね、怖いなこれ、落ちるか。いきます。まあまあまあいけそう、伸身できるかな。おお、なんか引っかかるとやりやすい気もするな。じゃあ次、蹴上がり。プロテクターつけて蹴上がりやったらなんか体操選手っぽいな。プロテクターつけるだけでちょっと技綺麗になりそうな気するもんな。鉄棒もね、ちょうど自分の高さがあるので、ちょうどいい高さを使ってやってみようと思います。これ肩ついてないからね、これいけるかな、飛ばないことを願おう。いきます。うお、めっちゃ引っかかる、上がりやすいけどな、ちょっともうちょい綺麗にしたいな、指痛えなこれ。いきます。うわ、きついなこれ。まあまあ一応蹴上がりも上がれますね。もう素手で上がれる人はわりかしいけるんじゃないかな。はい、じゃあ次、ぶら下がりからね、ちょっと蹴上がりやっていこうかな。いけるかな、めっちゃ指痛いけどこれ。はい、きよう。うわー、きつい。あ、なんか首筋が、ほんでギュッてやった時にちょっと指挟んでんかしてめっちゃ痛い。まあまあでもいい感じ、痛い。なんか車輪とかも回れそうな気もするけど、こう飛びやってみようか。すっげえ怖いな、ちょっとスイングは危ないからやめとこうか。おい、なんかこれ滑らん説あるな、これいけるかな、怖っ、飛びそう、いけるかな。おい、うわ、なんじゃこれ、めっちゃ怖っ。まあでも一応いけそう。やっぱ体操やってたら連続技っしょ。まあ簡単なやつもね、連続技でいきます。で蹴上がりやって、空中前回りやって、空中逆上がりやって、最後飛行機飛びまでやってみます。いきます。無理、きつい、痛い。蹴上がりがしっかり上がらないと無理だな、指挟んで血まめできそうで怖いんやけどこれ。じゃあもう一回いきます。うわ、ここでは無理やな、変更。うっ、はい、ああ、だね。ということで、生徒も使ってるプロテクター実際自分の買ってみて、で体操の技やった結果、やっぱりプロテクターすごいね、引っかかる感じがして上がりやすかったですね。プロテクターに慣れてなかったりしたら、もうちょっと引っかかる感覚分かんなくて吹っ飛んだりするので、生徒に使ってもらうときはね、しっかり片付けてやっていきたいなと思います。先生もやっぱりせっかく買ったんで、まあ、車輪とかいつかねできたらいいなと思うので、まあ、ちょっと練習していきたいなと思います。この動画がためになった、面白かった人はグッドボタンとチャンネル登録
よろしくお願いします。おにぎりみたいになってる。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。